強くありたいという気持ちがあれば、ミノルはきっと強くなれる。ああ、ファルコモン、強くありたいと願うその気持ち、おお、受け取った。来るぞ、いけファルコモン。してくれたその心、俺は嬉しい。うわあ、ファルコモン進化。何になるの？ああ、何者だこれは。強そう。ディアトリモン。はい、どうも皆さん、バンおはにちはいすげです。ということで今回もデジモンサバイバーやっていきたいと思います。ってことで、まあ、前回の続きって出ていると思いますけど、あ、前回の出来事かなみたいなオープニングの方で、はい。まあ簡単に言いますとね、おじいちゃんを助けました。はい。でファルコモンが進化しました。で、まあ、おじいちゃんを助けたんですけど、まあ、その前に修士たち、あのメガネとねサキちゃんですね、が追われてどっか行っちゃったから、そこを2人をね探していこうっていうお話でございます。はい、ということなんで、まあ、ここに行けばいいんでしょうけど、ちょっと他のところを一旦見ていきたいと思います。教えてくれ、どこだったんだい。何でもか、教授ボロボロなのに立ち上がろうとしてサキたちを探そうと必死なんだな。無理しないでください。まあ、厳しいでしょう。大丈夫ですか、あんな怪我してたんだし、無理しない方が。いや、私のことより二人の安否の方が心配だ。一刻も早く助けに行かねば。僕らも探したんですが、どこにいるのか。全然見つからないんだ。それなら確か、さきくん、修士くんとはぐれた場所は、そう、ここの少し先か。この森のどこかだったが、教授、大丈夫ですか。ああ、大丈夫だ。まだ記憶は混濁しているようだが、とにかく、化け物に襲われ離れたのは、ここからそう遠くない場所だ。ミノル。あれ、なあ、タクマ、あそこにあるのって足跡じゃない？え、どれだ？ほら、そこの草むらんとこ。見れってことね。どうやって見つけたんだ？僕には見えないけど、どうやって見つけたんだ？スマホじゃないの？俺もだ、見えるというより感じるったか。ああ、ごめん、スマホのカメラ見てたんだ。ほら、これ。こっからじゃ他に行くかな。アップしてみれば。ミノルのスマホの画面には確かに足跡のようなものが見える。僕もカメラで見てみよう。さっき見たけどなかったけどね。あー、さっきと一緒だね。ほんとだ、間違いないね。ないだろ。足跡はどこに向かっているんだ。ヒガンバナの森の方へ続いてる。行こう。さあ、ヒガンバナの森。獣神かどうかはわからないが、その謎の怪物に襲われた二人を助けようと、私は自らがおとりとなるよう別行動をとったのだが、よく無事でいられましたね。俺も死んだと思ったね。いや、無事じゃないからあんなありさまだったのか。どうやら襲いかかってきた怪物の他に、私を助けてくれた怪物もいたようだ。いたね。へえ、そういうのってファルコモンやアグモンたちだけじゃないんだ。そうとも、俺たちの全てが悪いもんじゃないんだ。悪いかいいかは判断はできないが、有効的か敵対的かは確かにあるようだ。有効的ってなんだ？相手に優しくするやつみたいな意味だ。私は青に有効的を優しくしてるもの。彼らのおかげで命拾いをしたのだが、でもあの様子では彼らももう。教授、二人のことだけじゃなく、助けてくれた奴らのことも心配してるのか。先を急ぎましょう。教授には悪いけど、いるのなら急いだ方がいい。
無事にしろ、手遅れにしろ、ちゃんと自分の目で確かめないと。ああ、その通りだ。想像だけで物事を判断しちゃ学者の長さたる。とにかく先を急ごう。なあ、ここにも足跡があるんだけどさ、なんか変なんだよ。変って？ほらカメラで見てみろよ。こことここ足跡が別々の方向に向かって残ってるんだ。うむ、確かに本当だわ。これではどちらを追えばいいかわからないわね。うん、おそらく私たちを襲ったあの獣神の仕業だろう。やつは知能が高く枯渇なんだっけ。またまあいい、気をつけなさい。どっちかは敵の罠かもしれないってことか。祠近くの森、見た感じない。罠か。彼らの姿を最後に目にしたのは確かこの辺りだったかな。おお、当たった。よく覚えてましたねなんかね、認知症かどうか確認したのかな。正直な話、あの獣神を祀る社の周辺は私にとっても重要な研究分野だね。他に聞いたこともない話ですもんね。やはりあの土地独自のものなんでしょうか。その通り。なのであの神社近隣に関してならフィールドワークで幾度となく歩いているはずが。お、ある足跡。人間の足跡があるわ。一つは青より小さいわね。もう一つはタクマより大きいかな。まっすぐ先の方に進んでいる。やっぱりここで間違いなかったんだ。さすが教授。土地勘はなくとも職業柄一度通った道ならばね。ということは図らずも私の方向感覚や認識に異常があったわけではないことが証明されてしまった。見て見て、すごく大きな足跡まであるよ。これ二つの人間の足跡をずっと追ってってる。まずいな、味方じゃないよな。そこは足跡だけで判断がつかない。説明は難しいが、ある程度の気配というか匂いというか波長で判断はつくが、中には巧妙にそれら自らの痕跡を消したり偽装したりできる者もいる。なるほど、多種多様っていうか本当いろんなやつがいるんだな。とにかくサキたちが悪い怪物に追われてたのが確かなんだろ。だったら早く見つけないと。そうだね、足跡や痕跡だけじゃなく耳を澄ませてみるといい。うん、確かに何か近くにいるわね。やだ、驚かさないでよ。そういえばこっちの世界に来る前に教授から聞いたよね、いろいろ。生贄とか人身ん？って話でしょ。あまり穏やかな話じゃないわね。でもその見返りとして獣神様から何かを得てたってことではあるんだよな。倫理観は時代とともに変わるし、一概に過去の行いを非難はできないが、あくまで現代に生きる一個人の意見としては、確かに幼き者に犠牲を強いるのは感心しない話だね。ですよね。うん、そりゃそうだよ。け、どうだっていいだろ、そんな話。人心遅ない？まさかな。うん、どうかしたのか？いや、なんでもねえよ。とにかく追っかないどこの大きい足音を追っていかないと。追っかないけどこの大きい足音を追っていかないと、サキたちにも会えないってことか。読みづらいな。行くよみんな、周囲の様子には目を配ってこの野郎。今声が聞こえなかった？おいおい、また敵か。森の奥の方だ、サキたちかもしれない。行ってみよう。ああ、ゴマモンだ。ん？ママ、何モンだ？おや、君たちは。お、さっきの人間の年寄りか。教授、知ってるんですか？
目を覚ましてさめよっていた時に私を助けてくれた子だよ。元気見てたな。よかったよかった。でも今は見るからに向こうがピンチだけど、弱い者いじめは許さない。寄ってたかって弱い者いじめなんて許さないぞ。そんなそんな、ほら誰か弱い者だって。弱いそうになってんのに何強がってんだこいつら。終わった。よーし、勝った。いや助かったぜ。お前ら命の恩人だ。ありがとな。それを言うなら私が先に君に助けられていた。改めてありがとう。ねえねえ、おまないぜ。何かさ、多勢に無勢で戦う気もないじいさんをいたぶってた連中がさ、おいらには気に入らなかっただけの話だぜ。いいね君、いいやつだ。へへん、褒めたってなんもねえぞこの野郎。そういえばお前ら探してる人間の子供ならこの先のなんだろう、平べったい絶壁のところで見たぜ。それ本当？ああちっこいのとおっきいのだろ。うん、さっきと修二さんに違いない。でも平べったい絶壁ってなんだろう、人間の建物みたいな、それのこうでっかいつるんとした崖のさ、水をいっぱいせき止めてる感じ。ダムだ。ダムってあったっけ。私の記憶では神社の近隣にそんなものはなかったが、今のこの地形ならおそらく。そういえばこの近くの祠でとてもキラキラと輝くもの見ましたよ。あれは絶対役に立つものでしょうね。そう言われると気になっちゃうな。役に立つのなら手に入れておきたいな。さっきたちを探す途中で見かけたら調べてみよう。ダムへ向かうにはここを進んだ先にあるはずだ。行ってみよう。これ？社の中のこと？ラクマ見て見て。わあ出た。成熟なる。なんとかの石板。進化できるこれで。見るからにすごそうだな。せっかくだしもらってくか。一個だけ？まるで模型のような小さい社にアグマは興味津々のようだ。それにしても神社とは違う場所にどうして社があるんだ。よし、で今のやつで進化させることができるね。グラも進化させてみるか。よし進化グラム。そんな声、のぶとい声になっちゃった。いいね、デュークもなれるぞ。おお、水路があるね。ここの水とかも飲めそうだよね。川の水飲むとね、今の時代お腹壊しちゃうけど。これは川か。足跡はこっちに続いているから、さっきたちがこの先に行ったのは間違いなさそうだけど、向こう岸には足跡がないわ。ふむ、川を利用して足跡から追跡されるのを防いだのか。いい手だが困ったね。流されちまったんじゃねえの。キュッ、そんなすぐに助けないと。いやいや、ええ、急ぎましょう。待った待った、賢く逃げてる可能性だってあるだろ。他の道を探す方がいいって。流されないだろこれじゃ。俺もミノルと同意見だ。ダム自体が一向に見つからないのが気になるところだが、ダクマどうする。流されたか他の道か、それともそもそもから違うか。この川で流されるはないと思うんだよね。他の道探そう。溺れる危険を冒して川を渡ろうとするはずがない。きっと他の道を使ってるんだ。そうよね、きっと無事よね。いや、この川で溺れるはよくわからないんだけど。おい、お前ら、こんなとこでどうしたんだ。来た、ゴマモン。あ、さっきのゴマモン。さっき話した仲間の足を通ってたんだけど、ここの川で途切れちゃってて。ん？お前らダムに向かってんだよな。そうだよ。そのダムへの道が分かんなくてさ。あ、そうかそうか、うっかりしてた。
確かにあそこは見つけにくいもんな。ダム行けるたった一つの道、水路はこっちにあるんだ。ああよかった、道あるのね。おう、ちゃんとあるし案内するぜ。受けた恩を返さないとな。ならすぐに行きましょう。うむ、案内を頼む。こっちだ、ついてこいよ。お、これで水路を渡ってダムに行けるんだね。さあさあ、大きくなった川、これは流されそうだ。これが水路か。あそこ見て、なになに、ダムだ。うわーすげえ、本当にダムがある。あれがダムか、大きいのね。壮観だな。神社の近くにはこんな水路もダムもなかった。これはいよいよ常識の範囲外かな。サキたちはあそこに向かったんだな。行こう。先ほどの獣神ゴモモンが言ってたのもあれに違いないだろう。サキ君とシュージ君はあそこにいるはずだ。はい、絶対に助けます。君たちを辛い目に遭わせてしまってすまない。さあ急ごう。ダムにいるの？ああもう無理、これ以上走れない。走らないと捕まっちゃうでしょ。サキはそんな弱虫じゃないでしょ。なんだなんだ、頑張れ。かわいいロッポも。あんたたちに私のことがわかるわけないでしょ。ついさっき出会ったばっかりなのに。わかるわよ、私はサキのことなら何でもね。そうなの？何それ、すごい。もうダメだ、僕もこれ以上はもう。あ、でもダムにいるね。あなたまで何言ってんの。シュージ頑張って、シュージならできるよ。シュージならできるよ。すみません、諦めてる。僕たちはもう。じゃあシュージ頑張れよ。あ、来た。もうダメだ、結構弱気だね、ここのチームは。怖いのはみんなそうだろう。頼りにならないな。ロップマンまで泣き言。あ、フロアラもやるけどね。私だけでもあいつをやっつけてやる。無理だよ、今までのどの怪物よりもあいつはでかいし強い。おー、分かってんだね。あんなのに捕まったら、それこそ頭からバリバリ食べられてしまう。いやだ、僕はまだ死ぬわけには。やばいなこいつ。だったら死ぬ気で逃げなきゃ。さ、さっきも。あら、大丈夫ロップも、怖くないよ。おお。さ、捕まって。強いね。あなたも泣き言言ってたくせに、なんでロップもんには優しい顔見せるの。どういうことだよ。第一、私と組んでるのはさっき、あなたなんだからね。そうね。でもとにかくあと少し、あとちょっと逃げ切れれば上に。いや無理だ、あいつの方が足が速い。あ、来た。ガラララララ教授。教授じゃないよあいつは。教授のおかげでここまで逃げ切れたのに。シュージ目がね、なんだ、何か気になる場所。ここ、鍵がかかってる。なんだ、目のマーク。本気バナナありがとう。お、来たメール。あれあれあれ
すごい本当に、あれ待って死んだ、すごい本当にダメだこれ。人間はこんな大きな建物も作れちゃうのか。でもこのダムがこっちの世界のものじゃないなら、どうやってこんな大きなものをここに運んだんだ。どうだろうな、俺が物心ついた頃にはこの建物ここにあったしな。物心って何年前だろう、何日前とかの可能性もあるのかな。アグモンの様子を見てみると、ダメ、この辺りにもいないわ。そうするとあとはこの中か。ありえるな。入り口は中に入るのか、なら気をつけろよ。この辺りはファングモンっていう悪くて嫌なやつが救っててさ、あいつは力ずくで俺たちを従えて自分の子分にしようとしてるんだ。人間の子供も危ないかもしれないな、あいつに見つかる前に何とかしないと。ファングモン、気配を消せる手強いやつか。そうは言っても、ってあれ、あそこに何か、あれ、うむ、誰かいるようだ。間違いない、さっきくんにシュージくんだ。ん、いるじゃん。あそこから来てたの、ファングモン。すごい場所にいるな。あと何か後ろをでっかいのが追ってるぞ。ああ、あれだ、今言ったファングモンってやつ。大変、サキさんたちが危ないわ。つって向こうから急いで間に合うかどうか。奴の注意をそらす、奴の注意をそらして少しでも時間を稼ぐ。おい、そこのデカブツ、もう好き勝手させないぞ。よし、こっちを見てる。みんな今のうちに避けない。間に合ったっぽい。無事だったんですか。うお、メガネ。ああ、君たちも無事で何よりだ。こいてかれた教授ってわけでもないな。そうだね、なんとかしせんとな。無事で済むよ、今俺が助けてやるからな。何でかい態度取ってんのよミノル。成長したもんね。サキさん、それよりその子たちはよくわかんないけど、私たちを助けてくれたの。フローラモンにロップモンだ。いいやつだ。知り合いなのか。うん、初めて見た。はじめまして。初めて見た、なんでわかるの。挨拶はあと、あと、今はこいつよ。おやおや、おやおや、お獲物がさらに増えたな。あいつ、喋れたの。嘘。よそ見をしてる場合じゃない。ってた。あ、やばい、さっきは転んだ。シュージさん、さっき置いたまま走ってくるなんて。こいつもなかなかだね。で、やべえ、背後にも別の怪物がうじゃうじゃ来たぞ。そうなの。例のファングモンの手下ってやつか。まずい、挟み撃ちになる。こんな連中、僕たちで十分だよ。ああ、言うね。俺たちに任せろ。あ、教授、一人でサキを助けるつもりか。無茶だ。大丈夫か、ね、どうする？サキ君、さあ、私の肩につかまりたまえ。やばい、おじいちゃん死んじゃうよ。もう心配しないでいいよ。ありがとう、助かったわ。教授、後ろ。教授、心配しないで。だって、それは残念だったな。やばい。この子たちだけでも。おじいちゃん、うわ、おじいちゃん。え、嘘。うっと、あら、そこのチビを狙ったのに手が滑っちまったぜ。ま、マジかよ。落ちた。おじいちゃん、おしまいだ。なんだ、何が起きたんだ。新八のせいだ。そんな、なんだお前は、さっき置いてきたんだ。
嘘だろ、教授が落ちた。さて、お前らも全員ちゃんと順番に落としてやるよ。落とさないだろ。やばい、頭が働かない、何も考えられない。カツを入れる。うつむくな。タクマ、タクマくん、立ち止まってたら死ぬだけだ。そうだ、生き残りたかったら立て、顔を上げろ、旗を掲げろ。レイズヨーブラック。無駄なこと。行くぞ悪魔。行くぞ。どうした、押されてる。このままじゃこの子たちまでやられてしまう。なんだ、ご立派なことを言っていたが、こんなものか。いい子ぶって出しゃばってきただけか、邪魔なやつめ。そんな、私は、私邪魔なの、いい子ぶっていたの。でも私はこの子たちを助けたくて。葵、あいつの言うことなんか聞いちゃダメよ。葵はいい子ぶってなんかいないわ。本当にいい子なのよ。本気で助けたいのよ。ラボラも、葵はちゃんと強い願いを持ってるわ。私は知っている、葵の思いを。私の思いの葵を、もっと強くなりたい。でもそんな勇気なんて持ってない。ううん、勇気はあるわ。だってここに立っているもの。確かに戦ってるもの。シンパチよりは全然あるよ。ラボラも、うん、私頑張る。私前に進む。みんなのために、自分のために。いけー、ラブラモン。ラブラモン進化。その気持ちよ、葵。葵の強い決意が全身に染み込んでくる。いけエボリューション、ラブラモン進化。何になるの、なんだこれ。めっちゃ犬。大丈夫それ。ドーベルモン、めっちゃ犬なったけど。ドーベルモン初めて見た。こんなんいるの。その姿って、ほら、葵の思いはこんなにも強い。ドーベルモン、だからこそ私に力を与えてくれたのだ。強そうだね。でも強さは私が保証する。正しい心があれば強い力を使うことができる。ラボラも、さてと覚悟しろ。お前に道理を教えてやる。かっこいい。それと葵、私はもうラブラモンじゃない。ドーベルモンだ。ドーベルモンだ。やはり人間の子供の力。ああ、分かってんのか。やっぱのれ、そんなもの俺がこの手で打ち砕いてやるわ。出そう。行くぞ。ファングも撃破。よしよしよし、やってやるぜ。ヌメもいるし。下からファングモの手下が近づいてきました。見た目によらず上下移動も得意なようです。あー、下道を降りたいときユニットする上下移動。あー、はいはいはい。よし、私だな。パラメータアップ、火力アップ、いくぞ。ファイヤーブレス。あ、終わっちゃった。オイラの勝ちだ。マジかー。終わっちゃった。アイテム取ってないよ。よーし、あんな強そうなやつをやっつけたぞ。一撃ではないけど、すげえ試してたな。すごいよみんな。それどこじゃないよ。どうなってんの。おじいちゃん落ちたよ。
訳があってね。お前らだってそいつら。ああ、こっちもいろいろあって。おじいちゃん、ロックモンとはすっかりお友達なの。僕には懐いてないようだけどね。忘れちゃった。シュージさんがこの子に辛く当たるからだよ。そうね、こんなに可愛いのに。可愛いね。くあれ生きてる。え、なかなか執念のあるやつだね。だが、くそ。なかなかやるじゃねえ。なかなかに弱かったぞお前。そんな、あれだけやってまだ動けるのか。こいつめちゃくちゃ頑丈だよ。だが諦めるわけには。葵は私が守るんだから。お前らそんなボロボロなのに。そファルコモンぐらいじゃない。ボコボコだったの。してくれるのね。いや本当はもう限界以上まで出し尽くしたはず。そんなことはないんだけど、これ以上はもう。この数相手じゃ分が悪いか。うわ、逃げてくれた。あ、逃げたのか。助かった。なんとか生き残れたんだな僕たち。少し休もう。みんな早く安全な場所に帰りたいだろうけど、少し休ませて。立つのもしんどい。そうかな。なあ、うん、全然平気だよ。明らかにヘトヘトだもんね。うん、さすがにこの状況で文句なんか言わねえよ。少し休んだらすぐ帰るから。ねえ、それね。教授はどうなったの。教授はもうバラバラに。言いにくくて言うのを躊躇ってるうちに先に言われちゃった。おい見ろよ、下霧が。霧が。たくま早く離れよ。霧は危ないよ。霧が危ない。なんてこさだ。ただ見てるだけでも背筋が震えてくる。ひょっとしてさ、教授まだ生きてるんじゃねえの。教授が落ちたのって霧が出る前じゃん。だったらあの霧には触れてねえかもじゃん。死んだとは限んねえだろ。いや、きっとな。そうだろ。高さ的に確かに確証はない。死体を見たわけでもない。しかし、仮に霧がなかったとしても、この高さからでは。そうね。そんなのわかんねえだろ。俺下に降りて探してくる。待てミノル、止めんなよ。いや僕も行く。ちゃんと確かめたい。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。僕も引率しよう。メガネはな。分かった、みんなで教授を探しに行こう。いやー、なんともね。そうか、下は水路になってたよな。いや水路って言っても高すぎるんだよ。マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。それから声を出すんだ。教授に呼びかけて。教授、教授。教授どこ。教授、おい教授。教授。なになに今の声。ほほ、さっきのやつだ。この近くにいるのかも。さっきのやつか。僕まだ。分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。あ、いる。いた。でもあれかなりボロボロじゃねえか。そうだね。そうね、私たちが思ってた以上に
ダメージを与えられてたのかしら。それも気になるけど、それよりなんかあいつ霧にまとわりつかれてない？あ、確かに。本当だ、足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見てると不安になってくる。怖いな。修士さんの言うことはわかる。アグモンたちはかなり距離を取ってるし、リョウは視界にすら入れたくなさそうだ。奥は観察は大事だ。怖さはあるけど、だからって目を閉じていたら何もならないよな。観察は大事だ。もしかしたら何か対処法が見つかるかもしれないし。なんだ。どうした？やめろ。やめろ。来るな。あのファングモンが怯えてる。こんなことで。やだ。やだ。うわ。ファングモンが霧に飲み込まれた。思いもよらない残酷な光景に、僕も誰も声すら出すことができなかった。第3章。はい、ということで第2章のボス、ファングモン討伐完了でございます。はい、いやー、ちょっと修士さんにはちょっとね、やっぱメガネはメガネだったね。あの時ね、すぐにサキを引っ張って連れてこれたら、おじいちゃん落ちることはなかったのではないか。まあね、過去のことだからどうしようもないけど、こっから先おじいちゃんは生きてるのかどうなのか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回も見てね。お疲れ様です。